観光情報番組読みたんラジオ。Presented by FM 読みたん。読みラジスタート。おはようございます。2014年4月14日月曜日、時刻は午前9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーター前川恵美でお届けしてまいります。さあ、週末明けて月曜日やってまいりました。ねえ、早いですね。また今週1週間も楽しく駆け抜けていきましょうね。観光にいらしてるあなた、メンソーレ、今レンタカーの中でこのラジオ聞いてる方も多いと思いますけれども、県内ね、OTS ってね、かっこいいね、はい、OTS オリックスレンタカーをね活用されてる方は、沖縄ドライブマップというものをレンタカー借りる際にですね配布されたと思いますけれども、その中にこのラジオ番組読谷ラジオのフライヤーが挟まっております。あれってね、はい、さっき見たあれかなみたいなね、はい、気づいた方そうでございます。 A4 サイズの黄緑色のフライヤーで、旅に一味加えましょうというキャッチフレーズとともに、ここ沖縄県中部にございます人口日本一の村、読谷村の、あれこれが、ね、このフライヤーに載っております。例えば世界遺産の座喜味城跡だとか、やちむん焼き物ですねとか、美味しい紅芋とか、お魚、ね、ジンベエザメが見れますよとかね、大きなシーサーがいるよとか、はい、そういった読谷村のあれこれがこのフライヤーに書かれております。まあね、きっとこのラジオ聞いてるということは、このフライヤーを見てね、チャンネルを合わせてくださった方もいると思いますけれども、ありがとうございます。ぜひ10時までの1時間お付き合いください。さあ、今日は4月14日、4-1が4ね、今日はねオレンジデーというね日だそうですよ。まあ、愛媛県のね、柑橘類生産農家が1994年ちょうど10年前ですね、はい、制定したオレンジデーだそうですけれども、2月14日はねもう皆さんご存知バレンタインデーですね、はい、で3月14日がホワイトデー、バレンタインデーのその返礼をねした後で、その2人の愛情を確かなものとする日ということですね。そうそう、2月14日にごめんね愛を告白して、で3月14日にそのお返しをして、で、今日4月14日がオレンジデーということで、その2人の愛情を確かなものとする日ということです。ロマンチックだね、もう、はい、なのでオレンジ、またはまあオレンジ色のプレゼントを持って相手を訪問するといいというふうにね、はい、そんな日だそうですよ。まあ、欧米なんかでは、ね、オレンジがもう、ね、大量生産されるところも多いので、まあ、オレンジが、ね、繁栄のシンボルっていうふうにされているところも多いそうですよ。なので、まあ、花嫁さんがオレンジの花を飾る風習があって、オレンジは結婚と関係の深いものにもなっているそうです。いいですね、はい、結婚といえば先日ね、読谷村内で週末にですね、沖縄残波岬ロイヤルホテルさんのところにアクアグレースチャペルございますけれども、そこの方でですね式を挙げている、ご夫婦を見かけました。ね、たくさんの家族の方にね祝福されて、すごく幸せそうな笑顔だったのが印象的でございます。はい、観光にいらしている方にはカップルの方とかね、はい、新婚旅行で来たよっていう方も多いと思いますけれども、沖縄で挙式を挙げるっていうのはいかがでしょうか。はい、オレンジデーにちなんでちょっと紹介してみました。
さあ観光情報番組読谷ラジオ、この後10時までの約1時間となります。人口日本一大井村、ここ読谷村の魅力を皆様にお届けいたしますよ。最後までお付き合いください。ナビゲーターは私前川あやみでございます。本日も1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。読谷ラジオでは毎朝ドライビングナンバーお届けいたします。この曲を聴きながら BGM にしながら読谷村へドライブにメンソーレということでねお届けいたします。さあ本日のドライビングナンバー、デフテックでコンソリデーションソング。 Come together now, let us bring peace and love to the living today. The earth provides, let's find a way for growth and change to a new and rainBeyond, beyond, start a new day. No dismay, live it up. Life's one time, live in trust. We all can love, say that it's a bond. To shift us to a brand new dawn. With a thinking and feeling, breathing and being. Change just one thing and you'll be seeing. More clearly, it's barely one degree of what's really your humanity. Change we can and a change we will.Changes you man, fulfill your destiny. Na mi na imateo tsunage. Let me see unity with your hands in the air. Koko kara wa hirogete ke. No fear, be brave, have confidence. Muda na koto nante nai. Every little thing in life has a meaning, right? It doesn't matter where you come from. Let's go as one.Consolidation. Born to be equal, to take the gift. Time and this world, one face. Living, living, dying, dying. Everything else, color, environment, raising, 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 DNA, pain, complain, saying the pain, brain. Hey, Mr. Feeling, welcome so hip hop, reggae music. One breath, one breath, one breath.叫び心にゆとり本当の幸せ掴んでほしい内側から溢れてるエナジー言葉だけじゃなく感じてほしい宇宙シンクロニシティメロディー決して崩れぬピースをこの地に Every little thing in life has meaning, right? 無駄なことなんてない Look for your meaning and you'll feel alright 全てのSearch your soul and you'll find your light. 知ることで世界は広がる。なあみんな今手をつなげ。Let me see unity with your hands in the air. ここからは広げてけ。No fear, be brave, have confidence. 無駄なことなんてない。Every little thing in life has a meaning, right? It doesn't matter where you come from. Let's go as one.こんなゆったりしたドライビングナンバーもいいんじゃないでしょうか。はい、ラジオから聞こえる地元の、ね人の声、そして曲、ね、こちら BGM にしながらぜひ沖縄県そして読谷村の観光を楽しんでいただきたいと思います。本日の読谷ラジオドライビングナンバーをお届けしましたのはデフテックでコンソリデーションソングでございました。ねえねえ、この番組って何？これはね、観光情報番組読谷ラジオさ。読みラジ？そう、読みラジ。踊りなさい、聞きなさい。
9時10分にちょうどなったところでございます。ここで本日の天気情報を皆様にお届けいたしましょう。まずは午前4時38分沖縄気象台発表のお天気概況からです。沖縄本島地方の沿岸の海域では14日朝から波が高くなり、波の高い状態は明日15日にかけて続く見込みです。海上や海岸付近では高波に注意をしてください。さあ今お伝えしたところですね、太字で書かれているので、はい、重要な情報なんでしょうね、海岸付近では高波に十分注意をしてくださいとのことです。そして明日沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。失礼しました、明日の前に今日の情報ですね、すいません前後しました。本日沖縄地方は前線の影響で初め曇りますが、高気圧に覆われ各地方とも次第に晴れてくるでしょう。明日15日は沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みとなっております。さあ本日お天気曇りのち晴れマーク出ております。風は北の風やや強くのち北東の風に変わる見込みです。波が2メートル、のち3メートルとなります。降水確率、この後お昼12時までが 20%。そして夕方6時、深夜0時にかけてともに 10% と出ております。日中の最高気温は22度まで上がる見込みですよ。朝はね、少しなんだかこう寒い感じしました。まあ、今もね、ちょっと外の方風が吹いてるのが見えますけれども、昨日のね、暑い天気からまたちょっとね、気温が下がりましたね。体調など崩されないよう十分気をつけてください。さあ、そして今日ですね、読谷村、サテライトを迎えながらね、海、東シナ海の方を眺めながら来たんですけれどもね、今日はちょっと黒っぽい海がね、広がっておりました。まあ、天気のね、移り変わりとともに海の色も変わるでしょうね。ぜひ、海岸沿いもね、海の表情も身勝手らドライブなんかいかがでしょうか。読谷村は海に囲まれた村なのでドライブにはもってこいですよ。ぜひ訪れてください。ということで本日のお天気情報をお届けいたしました。観光情報番組読谷ラジオ、情報番組読谷ラジオをお届けしております。さあここでですね、一つ皆様にお知らせがございます。4月終えて5月頭入ったらですね、まあ、ゴールデンウィークございますけれども、5月4日日曜日、皆様予定はもう決まってますか。はい、まだの方こちらいかがでしょうか。ということで、読谷村プレゼンツ現代版組踊り絵巻ユンタンザン花ウイの宴というね、舞台が読谷村文化センター大鳥ホールにて5月4日日曜日開催されます。日本一人口の多い村読谷村記念公演となりますよ。チケットは大人2500円、高校生以下2000円で全席自由となります。昼夜2部公演となっております。昼は会場12時開演13時、夜公演が会場17時開演18時となります。そしてこの舞台に、伴ってですね、会場ロビー外の方で同時開催されるのが NPO 法人地域振興応援団大鳥会によりますふれあいマルシェということでですね、読谷村の特産品なんかが、はい、同時に楽しめる、マルシェも開催されますので、ぜひそちらもね、立ち寄ってください。チケットのお買い求めは FM 読谷まで、電話番号は CM 明けにご紹介いたしますね。ぜひぜひそちらもお聞き逃しなく。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。
CM 明けて時刻は9時16分となっております。観光情報番組読谷ラジオをお届けしておりますよ。おじさん、読谷村でおすすめのラジオ何ですか？あんたは誰ですか？読谷村に観光に来たんだけど、読谷村の情報を教えてほしくて。だったら観光情報番組読谷ラジオ聞きなさい。ありがとうおじさん。待て待て、あんた芋掘っていきなさい、手伝いなさい。先ほど CM 入る前にですねお届けいたしました、現代版組踊り絵巻ユンタンザン花ウイの宴という舞台がですね2014年5月4日日曜日に読谷村文化センター大鳥ホールで行われますよと、はい、お伝えいたしました。ぜひ多くの方にご来場いただいてですね、読谷村で、ね、行われる舞台こちら、人口日本一大井村読谷村の記念公演ともなりますのでね、ぜひ見ていただきたいんですけれども、こちらのチケットを、読谷失礼しました FM 読谷の方でも販売しておりますということで、FM 読谷電話番号ご紹介いたします。 098-958-7860 FM 読谷電話番号 098-958-7860 となっております。チケット大人2500円、高校生以下2000円、全席自由となっております。ぜひ早めにお買い求めいただければなと思います。ゴールデンウィーク、ね、数ある休日の中、5月4日日曜日はぜひ読谷村で、ね、こちらの舞台見ていただきたいと思います。さあそしてですね、リスナープレゼントがございます。まずはこちらから、沖縄コカコーラ、沖縄コカコーラ、読谷ラジオリスナープレゼントでございます。沖縄限定オリジナルデザイン缶3本を1セットにした商品を2名様にプレゼントいたします。飲むもよし、インテリアとして飾るもよし、はい、とても可愛い沖縄でしか手に入らないオリジナルデザイン缶となっております。さあそしてもう一つ、沖縄ハム総合食品株式会社さんから紅麹ひじきともずく入り、こちらの商品ですね、片手の手のひらに、まあ、乗るぐらいの、瓶のサイズなんですけれどもね、紅麹、はい、こちら沖縄の郷土料理豆腐用に使われている鮮やかな紅色をした食品原料紅麹を使用した製品となっておりまして、その中にひじき、そして沖縄県産もずくが一緒に漬け込まれております。お酒のお供なんかにバッチリですよ、はい、ぜひお父さんにプレゼントとかね、自分のおつまみにとかっていうことでねゲットしてください。宛先はすべて共通です。メールアドレスすべて小文字 FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp までメッセージと一緒にぜひご応募ください。皆様のご応募お待ちしております。
読谷、何でも調査団。さあ続きましてこちらのコーナー、読谷何でも調査団、番組ナビゲーター私前川あやみ、そして比嘉雅也さんがですね、読谷村内のあれこれをね調査して皆様に読谷村の魅力としてねお届けする、そんなコーナーでございます。さあ本日私は読谷村出身のアーティストを調査してまいりました。ソベポーポー、ご存知でしょうか。はい、お菓子としてもね有名なソベポーポーなんですけれども、アーティストのソベポーポーもいます。はい、そのお二人のお声を皆様にご紹介いたしましょう。どうもソベポーポーです。おい、あ、どうもソベポーポーでーす。お願いします。読谷村ソベ出身、ソベの、幼なじみアコースティックユニットソベポーポーと言います。よろしくお願いします。ね、ソベポーポーはですね、2011年ですかね、あの東京から東京拠点に活動しておりましたが、2011年沖縄に帰ってきて、読谷を拠点に那覇と言わず全国どこでもライブやってますのでね。で、東京では最初はこうロックバンドをやってたんですけどね。ね、岸田さんね。はい、そうです。お前ちょっと入ってこい話に。はい、ロックバンドやってましたよ。ね、ロックバンドを経て、まあロックバンドを解散した後にね、このソベポーポーっていうのがね結成されまして、7、8年ぐらいですかね、今活動して。名前の由来はですね、結成する、まあ、初ライブするにあたって、まあ、名前をじゃあちょっと何かつけないといけないってなって、じゃあとりあえず地元のやつらに電話して何がいいかっていうのを電話したんですよ。そしたら、なんでソベポーポーでいいさっていう声があまりにも多かったので、じゃあソベポーポーでいいよっていうことで、まあぶっちゃけ適当につけた名前がまあまさか今まで続けるとはね思わなかったので、まあ今続いてますね。まあ、今でもちょっと活動しますので。ね、岸田さん、はい、そうなんです。ボーカリストね、喋ろうよボーカルが喋れないって言ってたので、ね、いやいやいや、はい、ね、何かこう合図値をね、はい、打つとかさ、はい、僕ら2人でやってるんだから、はい、ねちょっと一緒にやっていきましょう。いやいやいや、ちょっとお任せしようかなって今やってたんで、ね、はい、そ、まあ、そんな感じでソベポーポーっていうね、はい、身近な、より身近な皆さんに音楽を届けられるようにということで、はい、まあ、読みたんから親しまれやすい名前と、あと誰でも口にできるみたいな手頃で、もうみんなおじいちゃんからおばあちゃんから子供までこうもう皆さんこう食べられるように、音楽もそういった感じにね、あの地元の味、大蔵な地元はどうなるか分からないですけど、真面目か、そういった味にさせるためにということで遊べぼぼという名前をつけましたね。いやー、いいですね、岸田さん真面目だいいね真面目にということで、はい、遊べぼぼぜひともご賞味くださいご賞味ください、はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、お届けいたしました、読谷村ソベ出身のですねソベポーポーさんでございます。あのね、なんだかすごいこうお笑いコンビっぽいなってね最初思ったんですけれども、あのミュージシャンですということでね、はい、びっくりしたのをよく覚えております。さあ、後ろに今、はい、聞こえてまいりましたの、こちらがですねソベポーポーさんの、曲、こちらはですねティーダティーダでございます。やっぱ晴れた日にはねこの曲を何回ね聴きたくなるんですよね。はい、サテライトの外の方にはもう太陽が顔を出し始めて、ね、一気に眩しくなっておりますけれども、皆様がいらっしゃるところはいかがでしょうか。さあ、ソベポーポーさん、なんと今週ライブがございます。2014年4月18日今週金曜日、場所がね、読谷ラジオも大変お世話になっております、うふ堂という場所にある居酒屋ごちそう屋さまさまさん、こちらですね読谷村のうふ堂はですね大当たりと漢字2文字で書きます。はい、そちらのごちそう屋さまさまさんで、夕方6時オープン、夕方7時、あ、もう夜ですね、7時
スタートで、ソベポポさん6号線ライブツアー第3弾がですね行われますよ。ライブチャージは2000円となります。はい、ぜひ沖縄に来てね、この今週金曜日までいるよとか、逆にあ周りの友達でそういえばその時沖縄に旅行に来る人いるやっさとかね、そういう方ぜひ紹介してみてください。で一緒に見に行ってください。はい、ごちそうやさまさまさんライブチャージ、2000円でソベポーポーさんが、見れます、聞けます、楽しめます。MC もすごい面白いのでね、はい、ぜひ多くの方足を運んでください。さあ、そしてごちそうやさまさまさんといえば、このラジオを聞いてるあなたにお得な提供がございますよ。もうね、ごちそうやさまさまさんはサービスがとにかくすごいんですよね。はい、ご紹介いたします。さあ、先ほどもね紹介しました読谷村うふ堂という場所にございます。居酒屋ごちそうやさまさま、うふ堂は漢字に文字大当たりと書きます。さあ、そんな居酒屋ごちそうやさまさまさんから、なんとラジオを聞いてるあなたにお得な提供がございますよ。観光情報番組読谷ラジオを聞いて入店時にキーワードを言っていただくだけで、ビール、麦職人、各種カクテル類、酎ハイ各種、ハイボール各種、もしくはソフトドリンクのどちらか1杯無料で提供します。乾杯のドリンク1杯目無料で楽しめます。さあ、そしてさらにお子様連れの方、お子様限定でデザートのサービスもいたしますよ。さあ、キーワードはこちらでございます。さまさまは FM 読谷を応援します。さまさまは FM 読谷を応援します。はい、すいません、噛んじゃいましたけれども、今のキーワードを入店時に店員さんに伝えていただいて、こちらサービス、はい、今日からでもね、ぜひご活用ください。さあ、読谷なんでも調査団ソベポーポーの紹介、そしてリスナー様特典情報をお届けいたしました。
さあ観光情報番組読谷ラジオお届けしております CM 明けてフルで1曲お届けいたしました。さあ後ろにも今ね聞こえておりますけれども、ラグーンブルーで読谷村。さあ読谷村、人口日本一多い村っていうことをね皆様知っておりましたでしょうか。地域の方はねもうもちろんね知っておりますけれども、観光でいらしてる方、はい、知っておりましたか。インタビューなんかもね、村内観光客を見つけて突撃インタビューするときに知っていましたかって聞いたら、そうなんですかっていうお声をねよく聞きますけれども、そうなんです。今ここあなたがいる読谷村、人口が日本一多い村でございます。さあ日本一人口が多いということ、人の愛もラブもその分日本一ということで、愛が一番キャンペーンやってます。さあそれにちなんでですね、こちらの曲もね生まれたんですけれども、このラグンブルの読谷村、踊りがございます、ね、ダンスがございます。しかも超簡単でこうみんなで一緒に楽しめるダンスなんですけれども、こちらのダンス DVD をなんとプレゼントで差し上げます。はい、こちらぜひ、ダンス DVD ください。もうこれだけでいいですのでね、メールに打ち込んで、もしくは電話で、はい、ご応募いただければなと思います。メールアドレスがすべて小文字 fm786@fmyomitan.co.jp fm 数字の786@fmyomitan.co.jp まで DVD くださいと、ね、メッセージください。もしくは電話でも受け付けております。今もスタッフいるのでね、電話 OK ですよ。 FM 読谷まで電話番号 098-958-7860 098-958-7860 までぜひご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。こちらのねダンスをみんなで覚えて、今年の、読谷祭り頃にはね、会場で流れ始めたらみんなが踊れるっていうぐらいねなると面白いですね。はい、昨日も、村内の、ね、保育園の先生から、応募いただきました。保育園の、ね、みんなに園児に、ね、踊らせたいんですということでね、 DVD 応募いただきましたのでありがとうございます。読谷村の歌の、ね、保育園の先生でございました。ありがとうございます。こういう風に、ね、保育園の先生だったり、もしくは老人会の皆様だったりだとかね、学校で踊りたいとかね、余興に踊りたいとか、はい、いろいろあると思います。ぜひぜひ DVD 応募お待ちしております。愛の数も日本一になるということ、読谷は愛が一番、日本一の村、読谷村、ねえ何して遊ぶ？何がいい？じゃあ缶蹴りしようぜ。やだやだやだ。じゃあ何すんだよ。ラジオ。ラジオ何聞くの？読みラジだよ。何それ読みラジ？観光情報番組読谷ラジオ知らないの？マジ今から聞く観光情報番組読谷ラジオ。さあ観光情報番組読谷ラジオお届けしております。さあこちらのお時間、読谷村で多国籍料理が楽しめます。はい、ということでね、お食事どころ情報をねご紹介いたしましょう。さあ多国籍ということでね、いろんな国の料理がね今楽しめるんですよ読谷村で。まずはねこちらイタリアン、はい、イタリアン食べたい方多いですよねきっとね。はい、今ですね読谷村の宇佐にございますザンパ岬ロイヤルホテルございますけれども、そちらの2階にございますビュッフェレストランコローネでイタリアンビュッフェが開催されております。こちらはディナータイムになるんですけれども、期間が4月1日から始まっておりまして、5月いっぱいまで、はい、夕方6時から9時の、ね、ディナータイムでイタリアンビュッフェ楽しめますよ。大人がですねお一人様2972円、
そして小学生がお一人様1183円、幼児同伴の場合は無料と、あ、幼児の方はね、同伴の場合無料となりますので、はい、よろしくお願いします。今ね、ご紹介した料金には、サービス料消費税 8% もね含まれております。大人お一人様2972円、小学生お一人様1183円でイタリアンビュッフェが気軽に楽しめます。ディナータイムいかがでしょうか。5月いっぱいまで、はい、開催されておりますよ。シェフがねパルメザンチーズの上でパスタをね目の前でこう作って演出してくれたりだとか、色鮮やかなスイーツがずらり、ビュッフェですのでね、好きな分だけイタリアン料理楽しめます。ぜひ食べてみてください。さあ、イタリアン料理もいいけどフレンチとかスパニッシュ料理もね食べたいなっていうあなた、読谷村ございますよ。さあ、こちらオシックパリジャン、今ねお店の名前です、オシックパリジャン、はい、洗練された欧風料理が楽しめますよ。こちらですね、読谷村の波平という場所にございます。はい、ですね、まあ電話番号を先にお伝えいたしましょう。オーシックパリジャン電話番号098-958-1514、 098-958-1514。まあ残念ながらね、今日月曜日は定休日となっているんですけれども、明日の火曜日のディナータイムから、はい、昼はね火曜日もお休みになっているということなので、明日のディナータイムから、そして水曜日はお昼もね一緒に楽しめますということで、営業時間がお昼は11時半から16時、夜が18時から23時、駐車場もございますよ。こちらですね、オシックパリジャンは県道6号線の、ウフド交差点から、まあ、500メートルほどちょっと北上した、ね、読谷村内の道途中にあるフレンチ&スパニッシュレストランとなっております。はい、東京にある欧風料理の名店で修行を重ねたオーナーが沖縄へ帰ってきて4年前に店をねオープンいたしました。はい、ぜひぜひこちら寄ってみてください。フレンチ&スパニッシュのね料理が楽しめます。さあ、そしてまあいろんなね外国の料理もいいけど、私は日本料理が好きだわよと、はい、和食が一番お腹が落ち着くわよという方、こちらをご紹介いたします。こちらはですね、読谷村の義間にございます読谷リゾートホテル、ホテル日光アリビラさん、はい、アリビラさんでですね、まあ、もう先日ニライビーチ海開きしたんですけれども、海開きをテーマにしたレストランメニューがお楽しみいただけます。こちらも5月いっぱいまでの、ね、期間限定となりますけれども、日本料理琉球料理サワーさんで春サー彩り懐石が楽しめます。春サーというのはね、畑の人と書いて、まあね、はい、あの農家の方ですね、はい、沖縄食材の野菜をふんだんに使用した彩り豊かでなおかつヘルシーな懐石となります。こちらがですね、まあ、5月いっぱいまでで、こちらディナータイムでお楽しみいただけますよ。時間が夕方6時から9時30分まで、ラストオーダーは9時までとなります。料金が6690円、税金サービス料込みで6690円、ね、一見お値段が張るように感じる方も、まあ、いるかもしれないですけれども、いえいえ、日本料理琉球料理沢さんはですね、もうそんなことも忘れさせてくれるぐらい本当に、あ、今日ここ選んでよかったなって思えるような、はい、そんな、ね、空間を、ね、提供してくださいますし、そしてそれにプラス美味しいお料理がついてきたらね、もういい思い出、ね、その一言に尽きると思います。ぜひ日本料理琉球料理楽しみたい方はホテル日光アリビラの、サワさんまで、ね、足をお運びください。さあ、そしてまあ、日本料理もいいし、イタリアンもいいし、フレンチ&スパニッシュもいいし、そして、タイ料理なんかもいかがでしょうかということでね、こちらは読谷村の戸屋という場所にございます。タイ料理が楽しめますアジアン食堂白熊という場所がございますよ。こちらですね、もういろんな観光情報誌にも掲載されている、そんな食堂となっておりますけれども、まあちょっとね辛めのね、お料理が好きっていう方いいんじゃないでしょうか。アジアン食堂白熊さんのご連絡先
お伝えいたします。電話番号 098-923-1980 098-923-1980、 ユミタンソン戸谷にございます。はい、詳しいね、お時間なんかもね含めてね、ぜひ問い合わせください。098-923-1980、アジア食堂、失礼しました、アジアン食堂白熊さんまで。はい、ということでね、この時間読谷村で多国籍料理が楽しめますよということで、イタリアン料理、ザンパ岬ロイヤルホテル、ビュッフェレストランコローネ、そして、オーシックパリジャンでフレンチ&スパニッシュ料理、そしてホテルニコアリビラでは日本料理、琉球料理、そしてタイ料理はアジアン食堂白熊さんと、はい、情報盛りだくさんでお届けいたしました。めー、読谷村の草は美味しいね。ギャオー、僕はトラだ。ギャオー、観光情報番組読谷ラジオに来たメッセージ全部食べちゃうからね。ダメだぞガオー、僕トラだぞガオー。めー、観光情報番組読谷ラジオだぞガオー。めー、いやさあさあ、情報番組読谷ラジオ CM 明けて時刻は9時47分になっております。さあ、今後ろに聞こえておりますのはこの番組のオリジナルテーマソング読谷ラジオ、はい、題名読谷ラジオでございます。歌ってくださっているのは読谷村出身アーティスト植地正志さん、二元式というね、2人ユニットね、アーティストとしても活躍中でございますよ。さあ、こちらね、後ろに BGM に流しながら読谷ラジオエンディングに向かっていきますけれども、まだまだお伝えする情報たくさんございます。さあ、ところで本日4月14日タイタニック号の日だそうですよ。タイタニックね、もう有名ですね、映画にもありますけれども、1912年のこの日、初公開中のイギリスの大型客船タイタニック号が北大西洋ニューファントランド沖で、氷山に激突し、翌日未明に沈没しましたと。はい、まあそういうちょっとね悲しい歴史にはなるんですけれども、タイタニック号の日となっているそうです。読谷村にタイタニック号こそね、まあないですけれども大きい船ありますよ、第8読谷丸、はい、第8すいません第8読谷丸というね、大きい船が読谷村の戸谷漁港に、はい、停泊しておりますけれども、
さあこちらの船でですね、観光にいらしているあなたも楽しめるアクティビティがございます。それは何かと言いますと、イーマシュ島ってね、はい、ウミンチュ体験、今日も大量だ大量だのウミンチュ体験でございます。こちらなんとジンベエザメにも会えるかもしれないウミンチュ体験でございますけれども、こちらがですね第8読谷丸に乗って、沖縄県、ね、読谷村戸屋漁港から海に出て沖の方までウミンチュの、ね人たちと一緒に行きます。そして定位置網というね、もともとセットされている海を、あ海じゃないごめんなさい、網を引き上げて、漁をするというその体験ができます。はい、こちらですねゴールデンウィークいかがでしょうかね。え休日で出かける予定、もう今頃から立てたりね、いろんなところに予約してる方多いと思いますけれども、なんとこのウミンチュ体験、読谷村でゴールデンウィーク楽しめるのが5月4日日曜日のみとなります。まあ、なぜそれだけかと言いますとね、定置網といってね、なんていうのか、東京タワーよりも大きい網がね読谷村の海の沖の方に、はい、セットされているんですけれども、はい、その網が新しく生まれ変わりますよということでね、ちょっと定置網体験が一時お休みとなりますので、でも5月4日日曜日のみはゴールデンウィーク期間中この日だけウミンチュ体験募集しているということです。はい、ぜひ、まあ、詳しくはですね読谷村漁業協同組合の方にお電話ください。電話が 098-956-1640 098-956-1640 となっております。はい、まだまだ体験受付 OK ですよというふうにね、漁業協同組合の前田さんおっしゃっておりましたので、今がチャンスだと思います。もうゴールデンウィーク近くなったらね一気に殺到すると思いますので、5月4日日曜日ウミンチュ体験いかがでしょうか。朝7時には読谷村の海を出発、漁港を出発しますので、はい、ぜひぜひ。ちなみに定置網は360メートルございます。でこちらの網で獲れた魚がなんと、有名な観光施設美ら海水族館に行くんですね。美ら海水族館の魚の約 60% が読谷村の定置網で捕獲された魚となっております。はい、ぜひね、ウミンチュ体験してみてください。問い合わせが 098-956-1640 読谷村漁業協同組合まで。さあそして今度はこちらの情報、楽天トラベルで行ういいねで決めよう日本一朝ごはんフェスティバル2014が開催されております。そしてその中でホテル日光アリビラさんがですね読谷村の特産品紅芋をジャムにした紅芋ジャムをね、掲げて参加しております。はい、ね、どこのね、はい、商品が人気かなっていう投票なんですけれども、こちらフェイスブック、はい、フェイスブックでホテル日光アリビラを探して紅芋ジャムにいいねを押してください。もしくはね楽天トラベルの、ホームページからも見ることができます。ぜひ皆さん4月20日こちら日曜日まで投票可能となりますので、今ネット環境スマートフォン持ってる方はホテル日光アリビラもしくは楽天トラベルでね検索してホテル日光アリビラの紅芋ジャムに清き一票をよろしくお願いします。観光情報番組読谷ラジオをお届けしてまいりました。この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りいたしました。ナビゲーターは私前川あやみでした。本日も1時間お付き合いどうもありがとうございます。この番組はですね毎朝365日朝9時からお届けしておりますということで、明日の朝9時にもまたね、お耳にかかりたいと思います。ぜひぜひ聞いてくださいね。ではでは皆様、今日も心軽やかに駆け抜けていきましょう。読谷村でお待ちしております。
てね。